で、ちょっとね、うん、まだなんか深いことは考えてないんだけど、あのー、せっかくね、ミコダヨーコーチとも知り合えたので、この機会に、あの、V 最強も優勝したこの機会に、ちょっと、プレデターを一回目指してみようかなって思ってて、<laughs> プレデターをねこの機会に一回目指してみようってちょっと思い始めまして本当にいけるかどうかは分からないんだけどあのー、目指すんだったらこの今のシーズンもせめてマスターまでは上げてほしいって言われてやるかっていう本当にいけるかどうか分かんないし 僕のこの実力に対してあのー、ねいろいろ意見もあると思うんだけどまあ一回挑戦したいなと思ってるのでまあよかったらね全力で応援してくれたら嬉しいなーって思ってますでこのシーズン今のこのシーズンをみこだよコーチと やるんじゃなくって、うん。次のシーズン、ワールエッチが入ったシーズンで頑張りたいなと思ってます。応援するけどポイント、もう、良くない <laughs> もう、十分だよ。V3 優勝して、なんか優勝おめでとうって言ってもらえるのと同時に、 次ポイント増えるねってめちゃくちゃいろんな人から言われたんよねまあそれは別にいいんだけどさだったらもしポイント上がるんだとしたらまだ決まったわけではないけど上がるんだとしたらそれ相応の実力をつけなきゃいけないなって僕はね10ポイントに上げられたら 10ポイントで優勝できる実力は持ってないなって思ってて。えっ、ー、と、今日のね、配信で言った通り、次のシーズンから、えっ、ー、と、プレデターを目指してみようっていうチャレンジをするので、よかったら応援してください。